はい、こんにちは、こんばんは。鶴ヶです。今ね、スマホなんですけど、今ね、長い間ね、ちょっと車の中に乗ってて、ずーっと、車の中で、太陽の光に当ててたら、なんと、高温注意と書いてあります。で、スマホもちょっと熱いです。しばらくちょっと冷却しないと、なんかスマホが使えなさそうです。ちょっとね、今ね、充電しながらね、Google マップを見て、で、直射日光に、車の中で直射日光に当てながら運転してたら、なんと、高温注意ということで、なんか、スマホの自体の温度自体がかなり上がっちゃってるみたいなんで、このケースに入れると結構ね、スマホの温度上がりやすいんですよ。高温注意で本体の温度が下がるまでお待ちくださいっていう状態なんで、これをしばらくちょっとクーラーで温度を冷やしてから使用したいと思います。こういうことが過去に一回あったんですけど、その時はやっぱクーラー当てて応急処置しました。なのでクーラーをね、ちょっと当てて応急処置したいと思います。それでは、またー。